どうも、ということで世界一周終わって第6回目になりますが、また今日もお話の方をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。で、今日のテーマは食です。食っていうのは命に関わることですし、毎日のことなので、長く旅してるとやっぱりその1日ご飯抜いたりとか、そういう時もありますけど、どんなに長くてもご飯っていうのは2日以上抜くことはないですし、あとはやっぱり国境を越えるとそれぞれの国の食文化がガラッと変わったりして、食っていうのもやっぱりその世界一周を楽しむテーマの一つになるので、僕なんかはそこまで食にがっつりこだわったわけじゃないですけど、世界一周者の中にはその食っていうところにすごい重きを置いて、例えば僕がサッカーに対して惜しみなくお金をつぎ込んでたところを、食に対してお金を惜しみなくつぎ込んで旅してる人ももちろんいましたので、基本的に僕はずっと高い国では自炊をして、安い国では屋台とか食堂で食べるっていうことをやってたんですけれども、もちろん物価の高い国にいる間もその国で噂の食べ物とか、これだけは食べておいた方がいいよみたいな情報を得たら、そういったものを少し高めにお金を出して食べたこともありましたし、逆に物価の安いところでも、例えば南米とかでたくさんの日本人と出会った時は、現地の特産物みたいな食材を買ってきて、みんなで宿で調理して食べてとかっていうのもありましたし、世界一周において食っていうのはすごい大事な楽しむ要素の一つだと僕は思います。美味しい食べ物の情報とかってどういう風に仕入れるんですかっていう質問があったんですけど、これはやっぱり基本的には先人のブログ、もちろん海外にも食べログサイトみたいなグルメサイトがあるんですけれども、そういうのってやっぱり安い食べ物じゃなくて、その街の中の高級レストランが入ってたりとか、やっぱバックパックが書いたブログって舌も日本人の舌ですし、金銭感覚も僕たちと一緒の、その同じ貧乏旅行をする中で安く美味しいものを探すっていうことを情報としてブログに書いてる人がたくさんいるので、やっぱりその誰かのブログの情報に頼るっていうのは、その宿の面でも食の面でも観光の面でもすごく重要になってきます。あと僕がよくやってたのが、新しい街に入ったらその宿に行ってチェックインした後に、その店員さんにこの辺で安くて美味しいのないですかっていうのを聞くようにしてました。で、安宿の店員さんってこっちの懐事情が結構厳しいのっていうのはもう知ってるので、もうお金なさそうな身なりですし、あんな汚いボロボロのバックパック背負って宿にチェックインしに来てるわけですから、まあできるだけ安くて美味しい店を教えてくれるので、店員さんに聞くっていうのはすごくいい方法だと思います。あと質問の中で、お腹を壊した経験ありますかとか、屋台でこういったのは避けた方がいいですよっていうのはありますかとかっていう質問があるんですけど、正直屋台とか食堂でこれは避けた方がいいっていうのはもうわかんないですね。そんなに気にしなくてもいいと思います。僕アメリカからスタートして、アメリカ、カナダ、メキシコって言ったんですけど、3カ国目のメキシコで最初死ぬほどお腹壊して、夜中に起きて30分に1回トイレ行かなきゃいけないレベルぐらいのお腹の下しをやって、でもそれがマックスだったんですね、旅の中で。あとアフリカで腸チフスやった時も下痢ひどかったんですけど、あれはまあ別物ですので、なので3カ国目がマックスで、それ以降はそれ以上ひどかったことがなかったので、人間のお腹ってどんどん強くなるっていう風に僕思ってて、途中僕アフリカとかいる間なんて子供たち泥まみれで遊んで、でもホコリまみれの手そのままで屋台のものを手づかみで食べてたりしたんですけど、全然お腹大丈夫だったんですよ。だから出て最初の頃にお腹壊すことっていうのは1回は絶対あると思うんですけど、旅を続けているうちに何食べても大丈夫になるとは思います。ということでですね、今回僕が世界一周中に食べたもので、美味しかったものとか印象的だったものをお話ししたいと思います。このお話をするにあたって、一応僕その Google マップでその自分の今まで行ったルートをこう見ながら、その街の情景とかを思い浮かべて、あ、そういえばこれ食べた、これすごい美味しかったなみたいなのをちょっと思い出して、メモして、でそれをちょっと見ながら話の方をさせていただきたいと思います。まず北米ですね。北米で一番最初にまず美味しかったのがカナダのパンケーキです。パンケーキっていうのも外食で食べたパンケーキじゃなくて、宿の朝ごはんのパンケーキだったんですよ。安宿って結構朝ごはんがセットになってるところがあって、で僕最初に日本からカナダ飛んでバンクーバーに着いて、そのまま宿行って、で宿チェックインしたらもうそのまま朝ごはんを食べさせてくれたんですけれども、まあ世界一周日本を出て第一食目っていうこともあったのかもしれないですけれども、そのパンケーキが本当感動するほど美味しくて、まあまあかなり幸先がいいなっていうのはありましたね。メープルシロップが有名だからそれが美味しかったのかな。その後も結構いろんな朝飯ついてる宿泊まりはしたんですけど、多分最初のパンケーキよりうまい朝飯には出会わなかったですね。
でその後もずっと基本的には北米は物価が高いので僕ずっと自炊してたんですけれども、あのアメリカの中西部を僕レンタカーでずっと国立公園のあたりをずっと回ってたんですね。2週間ちょいぐらいなんですけど、その間は宿とかじゃなくてキャンプサイトの車の中で寝泊まりしてたので、まあ、スーパーでパン買ったりとか、あとはたまに道すがらのマクドナルドとかそういうところで食べてたんですけれども、マクドナルドがめちゃくちゃうまいんですよ、アメリカって。やっぱりわかんない、これもやっぱりちょっと本場補正が入ってるのかわかんないですけど、あのハンバーガーの厚みがなんかある気がするんですよね、日本のやつよりも。そのがっつりジャンキー感といいますか、セットを頼むとポテトと飲み物も日本の倍ぐらいサイズあるんですよ。倍は言い過ぎか、例えば日本の L サイズがアメリカの M サイズぐらいの感じなんですけど、とにかくボリューミーでジャンキーで、もうでもそれがすっごい美味しくて、一回食べると確か当時で7ドル8ドルぐらいはしちゃってたんですけれども、結構マック僕食べてました。やっぱりそのアメリカにいるうちにその本場のマック食べてこうみたいな、なんかもうスーパーサイズミーみたいな感じで、もう1日2、3食マックの時もありましたね。あとアメリカのチェーン店ってなんか僕なんかあれ何でしたっけ、タコベルでしたっけ、あのタコスのやつ、あれもあれは別に普通だったかな。はい、で次中米に行ってメキシコなんですけれども、メキシコはやっぱりタコスがうまいんですよ。メキシコシティ降り立ってから僕もほぼタコスしか食べてなくて、外食はなんつうんだろう、ストリートの両サイドにもうタコスの屋台がバーって並んでて、サイズ的にはまあ手のひらサイズのトルティーヤの上に刻んだ玉ねぎとかトマトとか乗ってて、鶏肉が乗っててサルサソースがかかってってやつなんですけれども、1個30円とか50円くらいで食べれるんです。一つの屋台でその一つ二つ三つ食べて、でまだ全然食べれるんで隣の屋台行ってまた別のタコス食べてとかって食べ比べもできますし、とにかくそれが美味しかったんですよ。ただそれの影響で多分僕その冒頭でお話しした腹を下したっていうのがあのメキシコであったと思います。結構ね、油とか見るとね、これいつ変えたんだろうみたいな感じの色してる時もたまにあったん で日本から3カ国目でいきなりそれをバーって大量に食べちゃったんで、その死ぬほど腹を壊したみたいなのがあったのかもしれないですけれども、ただあの腹を壊す価値があるほどうまかったですね、メキシコのタコスは。1個30円から50円です。アメリカから飛んだので、そのマックのミールが700円とか800円で今まで食べてたのが、タコス1個30円とか50円で食べれるんで、もう気持ち的にももうバクバク食べちゃってました。なのでメキシコに行ってぜひあの本場のタコスを食べていただきたいなっていうふうに僕は思います。ドンタコスとはやっぱ全然違います。ドンタコスも美味しいですけどね。ドンタコスは僕ポテトチップの中で多分トップ3に入りますね。てな感じで続いて南米編なんですけれども、南米はねまずペルーがねすごくご飯美味しいんですよ。僕あの何度か説明させてもらってるんですけれども、あの靴職人で3ヶ月ペルーに住んでて、結構いろんなものを食べたんですよ、やっぱ3ヶ月いたんで。ペルーって基本的にはご飯プラス何か付け合わせなんですね。なのでちょっとプレート全体で見るとその日本の定食に近い部分があって、食材も西側は太平洋の海があって、山側はあのアンデス山脈地帯なので牧畜とかも盛んなのでお肉も結構美味しいんですよ。で当然山もあるので山の幸もありますし、そういったのがあのミックスされたもので、あのペルーはすごく美味しかったです。中でも僕好きだったのがセビッチェとアンティクーチョってやつなんですけれども、セビッチェっていうのは白身魚とトマトと玉ねぎだったかな、それをそのちっちゃい小皿に入れてその上にライムとかレモンとかをかけるだけの本当にすごいシンプルなやつなんですけど、ペルーの海側だったらあの市場とかで普通に一皿100円ぐらいで食べれて結構手軽に食べれるものなんで、僕結構街散策してる時とか近くに市場あったら行ってセビッチやったらちょっと食べて腹ごしらえしてみたいなことはよくやってました。でアンティクーチョも屋台飯なんですけれども、牛のちょっとデカめのハツなのかな、あれはの串刺しで、でそれ塩かけて焼いて食べるやつなんですけど、あの食べた感じはほぼ単塩なんですよね。すっごい厚切りの単塩の串焼きみたいな感じなんです、味で言うと。安いんで1本100円とかで食べれるんですよ、そのまあまあでかいサイズが。これも僕ペルーにいる間はしょっちゅう食べてました。めちゃくちゃ美味しいです、アンティクーチョ、覚えておいてください。続きましてチリです。チリはこう細長いところで国内の都市がほとんど海に隣接してるっていうことで、もう海産物がものすごい美味しくて、でバックパッカーがよく行くところでビーニャデルマールっていう街があるんですけれども、そこに日本人宿っていうのがあって、要はまあ日本人が集まる宿で、でそこにみんなで泊まって朝一で近くの市場にその魚を買いに行って、でそれをみんなで料理して食べるっていうことを1週間ぐらいやってたんですけど、もちろんいろんな種類の魚あるんですけども、中でもウニがめちゃくちゃ安くて、あれ何キロぐらいかな、こんな
木箱、でっかい木箱1個丸々ウニ入ってて、それが4000円とか5000円ぐらいだったのかな確か。でそれを買ってて宿持って帰ってウニ割ってみんなでこう中身出して、で6人ぐらいでシェアしたんですけれども、ほんとご飯丼の面積の 40% ぐらいがウニ埋まるぐらいの量のウニが6人分ぐらい作れて、イカとかタカとかのお刺身とかも市場で買ってきてみんなでシェアしてご飯食べてっていうことをやって、チリのね海鮮はやっぱりすごい美味しかったですね。あそこのビーニャデルマールの塩味噌っていう日本人宿なんですけど、まだあるのかな、めちゃくちゃ居心地もいいですし、魚もうまいし、あれは本当にバックパッカー向けの超絶リゾートみたいな感じで思ってるんで、僕もいつかまた行きたいなっていうふうに思ってます。まあそれまで塩味噌があってくれると嬉しいんですけれども、でもうちょい南米が続くんですけれども、やっぱ南米はご飯美味しいんですよね。で次がウルグアイのチビートバーガーっていうものなんですけど、これは僕なんか噂に聞いてたとかじゃなくて、その時友達と一緒にいたんですけれども、なんとなく夜お腹空いたからちょっとなんかご飯食べに行こうかって言って、近くで子供たちがサッカーやってたんで、それを見てたら隣に屋台があって、でそこで何気なく買ったハンバーガーがチビートっていう子羊のハンバーガーですね。それが僕が多分人生の中で食べたハンバーガーの中で一番美味しくて、映像の中でもそれ言ってるんですけど、その上を今もまだ超えたことないです。東京ウルグアイ料理で調べたんですけど、出てきた写真がパラグアイの国旗なんですよね。これは何だろう、もしかしたら日本のどっかにあるかもしれないので、ご興味のある方は調べてみてください。チビート子羊です。で続いてはアルゼンチン。アルゼンチンはなんといっても肉ですね。やっぱり安いんですよ。パンパと呼ばれているあの放牧が盛んなエリアなので、牛肉がとにかく安いんですよ。なおかつ美味しい。なのでアルゼンチンにいる時は外食安かったんですけど、僕もほぼ毎日自炊してて、もうステーキ肉がとにかく安いので、もうお肉屋さん行ってステーキ買ってきて宿で焼いて、で適当に醤油とか塩かけて食べるだけで、もうそれだけでもう毎日ずっと僕幸せでした。本当いろんな種類の部位もあって、食べ比べとかそういったこともできるので、アルゼンチンに行かれた方は絶対ステーキを食べてほしいと思います。もう僕個人的にも毎日ステーキでもいいぐらいお肉好きなので、アルゼンチンはそういった面では最高でした。で次がパラグアイなんですけど、これは名物料理っていうよりかはイグアス居住区っていうところがあって、そこは日系の2世もう3世4世になるのかな、もう日本人村があって、でそこ行くと、まあ、街の景観はほぼほぼパラグアイの片田舎みたいな感じなんですけれども、パチスロがあったりとかして、であとうどん屋さんがあって、であと納豆を作ってる人がいて、でそこにも日本人屋とかあるので、別に周りに何かがあるってわけじゃないんですよ。どっか近くに観光地って言ったらもうイグアスの滝ぐらいしかないんですけれども、ただ観光をするんじゃなくて、まあ、要は沈没っていうその一つの宿で何かをするわけでもなく、ダラ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 過ごすっていうことなんですけど、もう物価も安いですし、うどんも食べれて納豆も食べれて、で日本人宿だからすごく居心地もいいですし、そこで食べたうどんと納豆っていうのが僕結構それまでずっといろいろ長いこと旅してて久々に触れた日本食だったんで、すごく感動したっていうのを今でも鮮明に覚えてます。で南米最後はブラジルなんですけど、ブラジルの湯葉農場っていうところに2週間ぐらい農業やってまして、で湯葉農場っていうのは1900年代の最初の方に日本からブラジルに移民した人たちのコミュニティで、そこも今イグアス居住区と同じように4世とか3世4世にはなってると思うんですけど、すごいでっかい集団農場みたいな感じなところで、でそこで農業をやりながら寝泊まりさせてもらうっていうような体験をさせてもらってたんですけれども、そこの朝昼晩のご飯が毎日取れたての野菜とか絞りたての牛乳とか、たまになんかどっかからもらってきた豚一匹をさばいてみんなで食べてとかっていうのもありましたし、なんだろう、すごく久々に人間らしい暮らしをさせてもらったというか、朝6時に起きてご飯食べて農業やって、お昼ご飯食べてまた農業やって、夕方作業が終わったらご飯食べてお風呂入って、で暗くなったら寝るみたいな、あそこのご飯は本当に美味しかったですね。ということで南米の印象的なご飯はこんな感じです。続いてヨーロッパなんですけれども、ヨーロッパは僕ほぼほぼ自炊だったんですよ。で自炊で何食べてたかっていうと、やっぱりパスタとトマト缶の組み合わせが自炊の中で僕は一番安いと思ってて、パスタいくらだったかな、 500g で100円ぐらいだったかな。であとトマト缶も日本と同じぐらいのなんつうの、これぐらいのサイズのやつでだいたい1ユーロとか、高くても1.2ユーロとか、多分そんな感じだったと思うんですけど、もうひたすらそれを食べてしのいでました。
ただその中でも何回かあの美味しいものを食べる機会があって、僕の場合はあの父が日本から僕に会いにわざわざイタリアまで来てくれて、その時はちょっとやっぱ父ちゃんも大盤振る舞いみたいな感じだったんで、ちょっと良さげなレストラン行ってイタリア料理食べたりとかっていうのはしてました。イタリア料理はですね、ちゃんとしたレストランで食べれるとね、ほんとびっくりするぐらい美味しいですね。それと同時に僕一つすごい大事なことが分かって、イタリア料理ってめちゃくちゃ美味しいんですよ、現地のやつ。ただそれと同時に僕サイゼリアの凄さっていうのをものすごい実感しました。そのどっちが美味しいかって言ったら、それはもちろん本場のイタリアンの方が美味しいとは思うんですよ。ただそのイタリアの本場のイタリアンを食べたからっつって、あもうこれはもうサイゼリア食べれないなとは僕一切ならなくて、帰国してからサイゼリア行っても、あやっぱサイゼリア美味しいなっていう風になるんですよね。だから僕はイタリアで本場のイタリアンを食べて、あのサイゼリアの美味しさっていうのを改めて知れたっていうのが、これがこの先日本で生きていく上で僕が知れて本当に良かったことだなっていう風に今は思ってます。だってサイゼリアってあれですよ、ミラノ風ドリア頼んで、タラコソースシシリー風頼んで、あのワインのあのなんだカラフェっていうのかな、ちょっとしたあの花瓶みたいなやつ、あれ頼んで1000円とかですからね。今もうこうやって喋ってるだけでサイゼリア行きたくなってきましたもん。で次もイタリアなんですけど、僕すごい感動したのがイタリアのナポリで食べたマルゲリータ。これなんか本当かどうかわかんないんですけど、そのイタリアのナポリのマルゲリータっていうのは、そのマルゲリータの発祥っていう風に言われてるらしくて、あのジュリア・ロバーツかなんかの映画に出たお店らしいんですよ。でそこのピザが5ユーロとかなんですけど、もうめちゃくちゃ美味しくて、日本でいうところの本当に超有名なラーメン屋みたいな感じで、地元の人がめちゃくちゃ並んでて、本当もうラーメンぐらいの勢いでピザバーってできて、ダーって食べてさーって帰っていくようなところで、あのピザ初めて食べた時は本当にこれが本当のピザなんだなっていうのをあの実感しましたね。だから5ユーロですからね、本場のピザって安いですよね。一つ驚いたのが、その僕がナポリで食べたマルゲリータダ・ミケーレっていうお店なんですけど、恵比寿にあります。僕帰国してから3回ぐらい食べに行きました。現地で5ユーロなんですけど、恵比寿で食べると1枚2000円ぐらいするんですけど、たまにこれぐらいの贅沢いいかなっていうことであの食べ行ったりしてるんですけど、やっぱ美味しいですよ。あの僕ドミノピザ派なんですけど、ドミノピザは本当にすごいと思います。ちょっと高いけど、あの取りに行ったら1枚無料とかやってくれるんで、まあまあまあそんなにめちゃくちゃ高いわけじゃないじゃないですか。ちなみに僕ドミノはカマンベールミルフィーユがめちゃくちゃ好きなんですけど、炭火焼き照り焼きも好きです。生地はあの一番平べったいやつか、あの耳にチーズ入ってるやつ。続きまして、あの僕スイスで友達の結婚式に出席したんですけど、その時に出てきたチーズビュッフェっていうのがあって、なんかチーズって僕の知ってる限りってあのなんか5種類ぐらいしかないと思ってたんですよ。カマンベールチーズとなんだゴルゴンゾーラとかモッツァレラとか、まああの日本でもよくスーパーとかに置いてあるやつ。ただそのチーズビュッフェっていうのがチーズがなんか20種類ぐらいあって、味音痴の僕でもちょっと違いが分かるぐらいのそのチーズ。やっぱスイスってチーズの国なんですね。まあそんなにお酒飲める方じゃないんですけど、このワインを飲みながらそのいろんなチーズをつまみ食いしてっていうのはもうものすごい美味しくて、僕結構チーズ好きなんですけど、こんなになんかそのチーズの味の違いを楽しめるっていうのは今まででなかった、もうスイスならではの体験で、普段なんでチーズなんかあの実家帰った時にあの半分ちぎって犬にあげて半分自分で食べるぐらいしか、そんなにあとピザ食べる時ぐらいしかそこまでなかったんで、とにかくまあそのスイスでチーズの種類に感動したっていうお話でした。あとはドイツとチェコがビールがすごい有名な国で、飲んだんですけど多分普通にあの朝日とか札幌の方が美味しいと思います。で次がウクライナであのボルシチを食べたんです。ボルシチってロシアなんですけど、あの91年ソ連が崩壊するまでウクライナってあのソビエト連邦の構成国で、でロシアからの移民もいっぱいいるんで、結構ウクライナの中ってロシア人が多くて、ロシア文化もすごい多いんですね、食文化含めて。で宿行ってこの辺でなんかちょっと美味しいもんあるかなっつったら、あの近所のあの屋台とかじゃないんですけど、まあまあ値段も500円ぐらいで美味しいボルシチ屋さんがあるよって言われたんで、その時宿で仲良くなった人と2人であのボルシチを食べに行ったんですけど、どうなんだろうな、僕ボルシチって初めて食べたんですけど、てかそもそも僕はそのレストランに行くまでボルシチっていうのがどういうものかも知らなくて、で行ったらなんかトマトベースのスープなんだなっていうのが初めて知ったぐらいで、味もなんか特別これめちゃくちゃうまいっていうような感じではなかったんですよね。あの濃厚さで言ったら普通のあの完熟トマトのハヤシライスソースとかそういったのの方が僕はあの同じトマトベースだったらいいのかなって思います。
続いてはブルガリアのヨーグルトです。ブルガリアと言ったらやっぱりヨーグルト、ストイチコフ、コトオーシュ、もうこの3つしかもう僕の頭の中にはないんですけど、そのヨーグルトっていうのがやっぱりすごくて、あのスーパー行ったら棚1個全部ヨーグルトなんですよ。そのヨーグルトの中でもその硬さの違いがあったりとか、まあメーカーが違くて、その各メーカーが各その硬さの違ったものを出してとかで、その時友達と3人でいたんで、もうこれちょっとどれが美味しいか分かんないから1種類ずつ全部買ってみんなで食べようっつって、3人で3日で11キロ食べたんですよね、ヨーグルトを。でそれで分かったことが、そのブルガリアのヨーグルト僕ほぼ全種類食べたんですけど、あの各メーカーでどれが一番美味しいっていうのは特になかったんですけど、その硬さっていうところでは一番硬いやつが一番美味しくて、で一番硬いヨーグルトってほぼレアチーズケーキなんですよ。だけど味がヨーグルトなんで、その一番硬いヨーグルトにいちごジャムみたいのをかけて食べると本当にチーズケーキです。あれはすごい美味しかったですね。なのでブルガリアに行かれた方は一番硬いヨーグルトを買って、それの上にいちごジャムとかをかけて食べていただくことをおすすめします。次がハンガリー。これもチリと一緒で、そのハンガリーの有名なものがフォアグラだったっていうことで、チリの海鮮みたいな感じで市場行ってフォアグラ買ってきて、その時いた友達とみんな料理してっていう風に食べたんですけど、僕人生で初めてフォアグラ食べたんですけど、なんか別にそんなうまいもんじゃなかったですね、正直。ただ安いですよ。ただなんかね、脂っこいというか、なんでこれが高級食材なのかなって思って、なんか揚げ物と焼き物の2種類かなんかで食べたんですけど、脂っこい。でヨーロッパ最後はフィンランドのカモメ食堂です。カモメ食堂って日本の映画の舞台になったところなんですけど、僕ああいうなんかちょっとゆったり時間が流れるような、ちょっとヒューマンドラマチックなドラマがすごい好きで、フィンランド行ったら絶対カモメ食堂行こうっていうのはもう決めてたんですけど、まあ北欧なんでやっぱりちょっと物価が高いっていうのはネックだったんですけど、一その映画ファンとしてその現地に行けたっていうのはすごいやっぱ嬉しかったです。ご飯はまあまあ普通でした。日本のメニューとかもありましたし、行ってよかったなっていうふうには思いました。で次はアフリカなんですけれども、アフリカは全体的にこれっていうのは正直なくて、ただ大体ご飯は屋台で食べてたんですけど、結構その地域によってはこれ何の肉だろうなとか思いながらこう食べたりはしてて、わりかしでも全体的に美味しかったですよ。中でもやっぱり印象に残ってるのがマダガスカル島のフォートドーファンという町で、そこって伊勢海老が1キロ500円ぐらいで買えるんですよ。とりあえずその伊勢海老を食べるためだけに、そのマダガスカルの首都から飛行機で南部のフォートドーファンというところまで行って、で3日間滞在したんですけど、もう3日間もうずっと伊勢海老だけをひたすら食べて、そこでもうメキシコに次ぐぐらいめちゃめちゃ腹を壊しました。僕は自分で解体して刺身で半分食べてたんですけど、最初そのドロドロの伊勢海老を買って水道水でこう砂を落としてたんで、でそれをそのまま刺身に食べてたんで多分水だと思います。めちゃくちゃ美味しかったけど、結構その後の下痢はしんどかったです。なので皆さんも気をつけてください。あとアフリカの中でも2軒日本食レストラン行って、1つがタンザニアでもう1つがベナンだったんですけど、そこは両方とも日本人の方が経営されているお店だったんで、でカツ丼1杯確かね1000円ぐらいしたんですけど、その時はやっぱりアフリカですごいしんどい中こうカツ丼を食べて、もう胃袋がもうめちゃめちゃ満たされたっていうのはすごくいい思い出です。で印象的なのがウガンダのニュートピアっていう孤児院に行った時なんですけど、そこって日本人の方が運営されてる孤児院の学校なんですけど、その孤児院自体は20人ぐらいが両親がいなくてそこの学校に住んでて、で残りの生徒は全体的に8割ぐらいかな、周囲の村とかから子供がこう通ってるようなところだったんですけど、僕そこに1週間ぐらいいて、これもそこで働いてる人に聞いた話なんですけど、そこの子供たちってどちらかっつったら食べ物を楽しむっていうよりかは、とりあえずお腹を満たすっていうことが優先事項で、出てくるものがだいたいジャガイモとかキャッサバとか、まあ芋系が多いんですけど、で僕そこに1週間いたんですけど、僕も毎日そこの身寄りのない子供たちと毎食一緒にご飯食べてて、スープと芋っていうのがメインなんですけど、もうたまに出てくるさつまいもが本当にごちそうで、その時は僕もちょっと食べ物に対する考え方っていうのが少し変わりました。水道設備とかもないので、近くのその水汲み場まで水を汲みに行ったりとかして、シャワーとかも1日1人5リットルのお水とかで済ますっていうようなルールがあって、
ちょっとなんていうかな、そういうアフリカの子供たちの暮らしってテレビとかでは見たことあったんですけど、実際自分がそういう孤児院とかに行って、ご飯とかも本当に4パターンとか5パターンぐらいでずっと回してるんです。基本的に穀物とスープと、あとはポリッチっていう穀物でお湯を溶かして味がないやつをとりあえずお腹をいっぱいにするためにお昼に飲んだりとかしてて、その1週間の食事っていうのはその僕の中ではすごく印象に残ってます。はい、最後アジアです。まあアジアはやっぱり美味しいですよ。ご飯は日本に近づけば近づくほどご飯が美味しくなったっていうイメージが僕の中であります。まず最初はマレーシアなんですけど、僕アジア最初の国がシンガポールで、でシンガポールはまあまあ物価が高いのでその辺の屋台で済ましてパパッとマレーシアの方に入ったんですけど、最初のマレーシア入った時に宿が中華街にあったんです。でもそこの中華街がもう本当に美味しくて、もう毎日もう1日5食食べてましたね僕、中華料理。あれはやっぱりいろんな地域を回ってきて初めて東南アジアっぽいアジアに入って、すごいもう人がいっぱいいる雑多な中華街の中で、あの蒸し暑い中食べる中華料理っていうのがもう本当に美味しくて、あの感動は忘れられないですね。クアラルンプールです。次はタイ。タイ料理に関してはもう僕が説明する必要はもうあまりないぐらいですね。トムヤンくん、カオマンガイ、プーパッポンカリー。中でも僕が好きだったのが、もち米の上にマンゴーが乗っかってて、あのココナッツソースがかかってるやつがあるんですけど、僕タイにいる間、ほぼ友達の家にずっと泊まってて、友達のお母さんが結構屋台で、ご飯買ってきて、はいっつってなんか毎日配給みたいな感じでしてくれたんですけど、で、もち米マンゴーがその中に入ってて、もう感動するほど美味しくて、その友達のお母さんにズーズーしながらもう、お母さんごめんなさい、明日もこれが食べたいですって言って、でもう毎日もち米マンゴーを食べてました。あれどっちかっつったらメインディッシュっていうよりかはあのデザートとメインディッシュの間みたいなあの感じだとは思うんですけど、もち米なんでお腹も膨れますし、タイのマンゴー美味しいですし、僕はあの友達のお母さんが毎日買ってきてくれてたんで、あの自分で買ったことはなかったんですけど、調べたら100円とか150円でそのバンコクの屋台とかで売ってるみたいなので、タイに行かれた方はぜひ食べてみてください。でベトナムのフォーに関しては日本で食べるのとそんなに変わらないかなって思います。イラン。イランは全体的に見ると食べ物はそんなに美味しい印象はないんです。家庭料理とかもメインはそのパンとケバブみたいなやつ、モロッコに近い感じですかね、同じイスラム圏なんで。ただ一つ名物のサフランアイスっていうのがあって、味自体は正直普通のバニラアイスと変わらないんですけど、ほんのりそのサフランの香りがするというか、なんか知んないですけど僕はハマっちゃって結構何回か食べましたね、あのイランいる間に。で次はトルコなんですけど、あ、トルコってヨーロッパなのかアジアなのか僕いまだになんかよくわかんないんですけど、トルコはやっぱりドネルケバブが美味しくて、あの店の前でこんなでかい肉をこうそぎ落として、あの日本でもよくトルコ人がサッカーとか見に行くとスタジアムの前とかでこう削ってこうやってるやつ、あれがやっぱり美味しかったですね。まあでも正直味的には日本で食べるのと変わりません。で次は中国。もう中国はね、あの言うことないです。僕は3年半貧乏旅行をしてて屋台を中心にご飯を食べてたんですけど、中国は最強です。100円200円であんなに美味しいものが食べれるっていうのは本当にすごいことだと思って、てかね、その中国のね料理人の人がねすごいと思ってて、僕は例えば四川省の成都っていう町なんですけど、本当に小汚い食堂みたいなところでシェフの人とかがこうやって暇そうにこうタバコ吸いながらテレビをこうやって見てるわけですよ。で僕はこうやって中入ってって、あのホイコーロー一つお願いしますって言ったら、もう無言でこうやってもうタバコ吸いながらもう適当にパパパーって作って、調味料パパパーって入れてザーって片手間みたいな感じでもうシャーシャーシャーってやってる感じなんですよ。もうタバコ吸いながらテレビ見て、でそれで出てきたものがもう目ん玉飛び出るぐらい美味しかったりするんですよね。やっぱ中華料理っていうのは本当にすごいなって思いました。どこで何食ってもうまいです。で最後は韓国。韓国料理はもう僕も昔から大好きです。で焼肉は安いんですよね、韓国って。やっぱ本場だけあって、普通に僕あの日本から友達が来てたんで、友達と2人で結構肉いっぱい食べてお酒飲んで、日本だったら2人で1万円超えちゃうぐらいの量を食べて4000円とかそんぐらいなんですよ。で味はちゃんとした焼肉なんで、だ韓国はやっぱり焼肉ですね、本当に美味しいですってな感じで僕は日本に帰ってきたわけなんですけれども、でもやっぱりどこの国行っても日本の飯よりうまい飯なんかないです、間違いなく。その自炊に関してもスーパー行ってあれだけいろんなものが揃ってる国って日本の他にないと思うんですよね。
もうちょっと前に中華の話したんですけど、僕あのホイコーローがすごい好きで、で中国でも屋台でホイコーローばっかり食べてたんですけど、あのクックドゥとかすごい美味しいじゃないですか。家で普通に豚バラとキャベツであのクックドゥのホイコーローのやつ入れてこうやってわーってね、軽く5分10分で作ったやつでも、中国で食べたすごい美味しい食堂のホイコーローと多分同じぐらい感動できると思うんですよね。日本の調味料文化っていうんですかね、肉と野菜炒めてもちょっと入れるだけ、あれは僕本当にすごいと思います。でイタリアの時にも話しましたけど、もうサイゼリヤも吉牛もそうですし、もう外食がとにかく安くて美味しいです。日本はどこの食べ物もそうですけど、やっぱその現地で食べるっていうその雰囲気込みで美味しいっていうのはあの確実にありますね。なので僕は今まで世界中で食べてきた全ての食べ物をテーブルに並べて、全く同じ環境で味だけで判断したら、もう日本のご飯が世界で一番美味しいのはもう間違いないです。まあ日本生まれの日本人ですから、日本食が美味しいっていうのは当たり前ですけどね。ということで僕はこの映像を撮り終わったら、もうその足でサイゼリヤにこれから行こうというふうに思っています。という感じで今日はちょっと僕が世界中で食べた美味しかったものとか、ちょっと印象的だったものとか、名物料理だけどまあこれ意外と普通だったなみたいな、記憶に結構鮮明に残ってたものを紹介させていただきました。世界中にはもっと美味しいものなんかもういくらでも5万とあると思いますので、ぜひ皆さんが世界一周して美味しいものを探して僕に教えてください。ということで食に関してはこんな感じかなっていうふうに思います。ではどうもありがとうございました。もしこの動画が面白いと思っていただけましたら、高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。本当めちゃめちゃ嬉しいです。また今後も世界の情報を発信していきますので、よろしければチャンネル登録も合わせてよろしくお願いいたします。